岡山県知事の茨城龍太です。新型コロナウイルス感染症の一日あたりの新規感染者の発生は、この一週間、やや落ち着きを見せつつありますが、重症の方もまだ多くおられます。こうした状況から1月末までとなっている県民の皆さんへのお願いを、2月以降も延長することといたしました。 新型コロナウイルス感染症については最近後遺症が当初考えられていたよりも深刻である可能性が出てきました。軽症で退院したとしてもその後不眠脱毛嗅覚味覚障害関節痛など長期間にわたって深刻な症状に悩まされている事例が日本を含め各国で 数多く報告されています。自分は重症化しないから大丈夫と気を緩めることなく引き続きすべての県民の皆さんには飲食店や職場での食事中の会話は避け観覧中のマスク着用や定期的な換気発熱など症状がある場合は仕事や学校に行かないなど感染防止対策を徹底していただくようお願いします。 ワクチン接種について、県では本日、新たな組織としてワクチン対策室を設置しました。医療機関にご協力いただき、市町村や医師会等関係団体と連携しながら、ワクチン接種が円滑に進むよう全力を挙げて取り組んでまいります。